銀色の葉、ピンクの花を持つフォームシクラメンプルプラセンスは、東フランス、スイス、北イタリア、南ドイツ、オーストリア、クロアチア、ボスニアヘルツェゴビナ、ユーゴスラビア、マケドニア、ポーランド、ハンガリー、チェコ、ブルガリアを原産とするシクラメンの一種。和名は秋咲シクラメン。シクラメン属の他のほとんどの種と異なり、常緑性で、葉は夏に生え変わる。 夏から秋に開花し、次の夏に種をつける。種商明パーパーセンズは、ラテン語の動詞パーパーロの現在分詞、パーパーレスコに由来し、紫になるという意味である。ラテン語では、設備自震図を伴うことによって、ポイ、ぽく変化したという形容詞に変化する。富による、イラストバナ、葉は、球根先端の成長点から生える。根は、側面、下面から生える。 古い球根は別の成長点を形成し、いびつな形状になることがある。これはシクラメンロールフシアノムでも観察されている。花々は葉が変わる途中、または前の夏引く中秋にかけて咲き、5枚の反り返った花びらを持つ。花には方向があり、色はピンクかマゼンタ、稀に白。花芯は暗色のことが多い。多くの個体で花心の円は反り返るが、 シクラメンヘデリフォリウムほど強くはない。葉は心臓型で、幅と長さはほぼ等しい。円は滑らかかわずかな虚子しかなく、強い虚子のある金縁種シ,シクラメンコルチカムとは、この点で区別できる。色は緑から銀色まで変化があるが、普通は緑の葉の円に沿って薄緑銀色の模様があるパターンとなる。裏は赤紫である。 原産地の気候が冷涼で湿潤であるため、常緑性となる。新しい葉は夏に古い葉と変わる。本種とシクラメンパルビフローラム以外のすべてのシクラメンは夏に休眠する。巻き始めた小花柄1粉分後に、小花柄は先端から強く巻き始める。果実は果てで次の夏までに1年かけて熟種後から10片に劣化する。種は熟すると琥珀色となる。 シクラメンパーアッパーセンズには3つの品種があり、花の色で区別できる。スロバキアのファトラ産地で採取された能力無自巨子用で小紫花のものをシクラメンファレンスとして独立種とする見解もあるオランダのグリーンアイスナーサリーでヤンブレイブンブアに作出された。グリーンアイスは銀色に緑の円のある三角形の葉を持つ。グリーンレイクはこれに似るが、 葉の中心に薄緑の部分がある。ありがとうございます。